マドレーヌ・ポーリアックはフランス出身の医師。映画、夜明けの祈りの主人公であるジョイ、マチルドのモデルである。1912年9月17日、マドレーヌ・ポーリアックはフランスのビル・シュルロットで生まれる。1916年、父親のロジャーはベルダンの戦いで死去する。1939年、パリの病院の基幹切開の専門医であった27歳の時に、 レジスタンス運動に参加。同盟国の落下3部隊への支援活動や、パリの解放、ボージュとアルザスの軍事活動に参加した。1945年初頭に、モスクワのフランス大使カトルー将軍の命令により、注意無関として、モスクワで働く。同年4月、ポーランドのワルジャーにある、フランス赤十字のチーフドクターに任命される。 第二次世界大戦後のポーランド全土とソ連の一部地域でフランス軍兵士の帰還任務に携わる。帰還任務は女性で構成されている赤十字のボランティア部隊の協力の下で果たされ200件に達する任務を果たす。この状況したポーリアックはポーランド人女性へのソ連兵による事件を知る。ポーリアックは被害にあった女性たちを心身ともに助け、 修道院を救う手助けをした。1946年2月13日、ワルシャワ近郊のソヒア・ケ州で任務遂行中に自動車事故に愛死去。ポーランドで葬儀が取り行われ、フランス外交団全員が出席した。ポーリアックは、故郷のビルシュルロットのサン・テティエンヌ墓地に埋葬された。死後。 戦争十字架1939から1945と共にレジオンドヌール勲章が授与された。ありがとうございます。